はい、こんにちは、116インズです。開幕から2ヶ月以上、2ヶ月半ほどが経過し、だいぶ試合数も消化してきましたので、選手の成績の良し悪しがある程度判別できるような時期になってきたかと思います。毎年一定水準以上の活躍を見せてチームを支える、いわゆるスター選手ともなれば、この時期にはもうそれなりの成績を並べているのが一般的でしょうか。ただそんなオールスタークラスの選手であっても、時にこの時期になってもまだなかなか成績を残せていない、この選手に対する期待を考えるとまだちょっとらしくないなと思ってしまうような成績に終始している選手というのも一部では存在します。今回は昨年のオールスターに選出された選手のうち、開幕から2ヶ月以上の時間が経過してまさかこんな成績にまだとどまっているなんてと少し驚いてしまった選手をピックアップしていこうかなと思っています。1人目はメッツのジャスティン・バーランダー。昨年39歳にして見事にトミー・ジョン手術から復活しての防御率 1.75、 そして満票でのサイ・ヤング賞受賞。未だに全盛期という印象すらあり、40歳のシーズンを前にしてメッツからも大型契約をもらったバーランダーですが、ただ今季はここまで8先発で防御率 4.40、 ベースボールレファレンスのウィンザボリプレイスメントも 0.5 にとどまっています。怪我で開幕出遅れた影響もバーランダーに関してはありそうですが、ここまでの8先発はいい日と悪い日が本当に交互に出てくると言いましょうか、まだバーランダーらしさを感じるような安定感には欠けている印象です。特に彼のピッチングを支えてきたフォーシームの威力が、ここまではまだその力を発揮していないようで、それが彼のピッチングの不安定さにももしかしたらつながっているのかもしれません。メッツはシャーザーもここまでまだ本調子とは言えず、先発陣が苦しい状況にありますが、ここからの巻き返しに向けては2人の副長が欲しいはずです。夏場以降、サイヤング賞経験者たちの本領発揮となるでしょうか。2人目はマーリンズのサンディ・アルカンタラ。昨年は防御率 2.28、 ウィンザーボリプレイスメント 7.8、 しかもこの成績を228回3分の2を投げて記録という、質も量もどちらもこなし、バーランダーと同様にアルカンタラも昨年文句なしでのサイヤング賞受賞となりましたが、ただ今季はここまで13先発で防御率 4.75、 ウィンザーボリプレイスメントは 0.6 と失点の多さが少し目立っています。徐々に調子は良くなってきている感はありながらも、昨年と比べると奪三振が減少し、代わりに予死球が増えるなど投球の内容自体があまり良くはない感じですし、ゴロ率が昨年と比べて低下している点も少々気がかり。昨年ランバリューでマイナス25と、とにかく失点を減らすことに寄与した彼のチェンジアップも、今季は一転してランバリューがプラス2とあまり効果を発揮しているとは言い難く、思い通りにいかない日々が続いています。アルカンタラが本調子ではない中で、マーリンズはここまで善戦していますが、これを続けるためにも夏場以降、アルカンタラがエースの姿を取り戻すことはマストでしょう。3人目はブルージェイズのアレック・マノーア。2021年の MLB デビュー以降、安定したピッチングを続け、昨年は防御率 2.24、 ウィンザーボリプレイスメント 6.0 で、サイ・ヤング賞投票では3位。名実ともにブルージェイズのエースとなりつつあった大柄の右腕ですが、ところが今季はここまで13先発で防御率まさかの 6.36、 ウィンザーボリプレイスメントはマイナス 1.2。ブルージェイズのエースどころかリーグでも最低クラスのピッチャーとここまでなってしまっています。マノアに関して言えば、昨年比で球速が低下した上にコントロール面が大幅に悪化してリーグワーストのフォアボールを与えるなど、明らかに何かがおかしい感じでありますが、メジャーで先発を続けながらそれを修正するのは難しいとチーム側も判断したのでしょうか。先日マノアはマイナー落ち、それもルーキーリーグまで落とされてしまって、投球の立て直しを図っている状況です。ルーキーリーグまで落としたのは、フロリダにあるブルージェイズのキャンプ施設が使える利点があるのではと記者の方が指摘していましたが、そこでオールスターの姿を早いうちに取り戻したいところです。はい、ここからはバッターですが、ホワイトソックスのティム・アンダーソンも今季かなり苦しんでますよね。直近4年間では毎年打率3割以上のハイアベレージをマークし、またアンダーソンは他の選手と比べて際立って BABIP が高い、BABIP の神に愛されまくっていることから、以前それについても取り上げたことがありました。そんな彼も今季はここまで打率2割5分1厘、OPS はわずかに5割8分5厘、ウィンザーボリプレイスメントマイナス 0.6、ホワイトソックスはここまで苦しい戦いを強いられていますが、それを象徴するかのようなアンダーソンのここまでのスランプぶりです。打球の質も加味した XBA は例年と比べて極端に落ちているわけではない、ヒットになりそうな当たりは打っているみたいですので、やや不運の要素もありつつ、これまでリーグトップクラスを誇った彼の脚力、スプリントスピードが、今季はここまで MLB でも下位半分に部類されるなど、スピード面の顕著な低下も確認できてはいますので、全てを運で片付けてはいけなさそうなここまでのパフォーマンスでしょうか。同じショートで言えば、フィリーズのトレイ・ターナーもまだバッティング面は本調子とは言い難い感じですよね。昨年ドジャースで OPS8 割9厘、ウィンザーボリプレイスメント 4.9 を叩き出し、オフにはフィリーズと11年契約を結んだターナー。WBC アメリカ代表ではホームランを量産するなど、フィリーズ1年目に向けて最高のスタートを切ったかと思いましたが、ここまで OPS6 割9分6厘、ウィンザーボリプレイスメント 1.0 とまだ本調子とは言えないでしょう。6月入ってから成績は上向き出してはいますので、徐々にシーズンの成績も改善していくかとは思いますが、フィリーズはまだ11年契約を出した選手の本領を見ることができていません。
ターナーに関しては空振りが今季かなり増えている点と、フォーシームに対するランバリューがマイナス10と、MLB 全打者の中でもワーストクラスにフォーシームを攻略できていない点が嫌な感じはしますが、これが果たして一時的なものなのかによっては、今後の行方も変わってきそうですかね。続いてカージナルスのウィルソン・コントレラス、強打のキャッチャーとして昨年カブスで OPS8 割1分5厘、ウィンザーリプレイスメント 3.9 をマークし、偉大なヤディア・モリーナの後釜を探していたカージナルスが彼と5年契約を結びましたが、今季ここまで打率1割9分8厘、OPS6 割3分9厘、ウィンザーリプレイスメントも 0.4、 バッティングの調子が悪いことに加えてシーズン序盤には投手陣との馬が合わなかったせいか、一時正捕手の座も追われることとなってしまい、新天地1年目は波乱のスタートとなってしまっています。コントレラス以外にも今季カージナルスが開幕から負けが込んでしまい、これまで上昇球団として鳴らしてきたチームとしては異例の事態となってしまっていますが、なんと言いましょうか、コントレラスについては特に正捕手から外された時なんかは、その不審のチームのスケープゴートにされた感も正直あってちょっと不憫ですよね。とはいえコントレラスが期待のバッティングで今結果を残していないのも事実でありますので、 NL 中地区の争いでどこかが突き抜ける前にコントレラス、そしてカージナルスはトンネルを抜け出したいところです。そして最後はエンゼルスのマイク・トラウト。勘違いしてほしくはないんですが、トラウトは今季もオールスター狙えるだけの成績は残していますし、ファン投票の状況からして選出の可能性は高いと思っていますが、とはいえ6月時点でトラウトのシーズン成績が打率2割4分8厘、OPS8 割1分4厘にとどまっている事態を誰が想像したでしょうか。トラウト比では大スランプですし、実際彼はこれまでのキャリアどの年においても6月時点でシーズン打率が2割7分、あるいは OPS が8割9分を下回ったことが一度たりともなかったので、やはりトラウトのこれまでのキャリアにおいて今季が一番苦しんでいるのは事実でしょう。すでに多くのメディアでも指摘されているところでありますが、今季のトラウトは速球系のボールへの対応に苦しんでいて、ランバリューの面ではフォーシームがプラス1、シンカーがマイナス4と例年ほどの強さが見られず、それを理解した相手も例年以上に速球系のボールで攻めるシーンも多くなっています。トラウトがいつものトラウトではない中で、もう一人の野球星人の大活躍などもあって、エンゼルスはプレーオフも狙える位置に今つけていますが、トラウトの復活は欠かせないピースです。ということで何人か見てきましたが、実力のある選手たちでもこういったことが起きてしまうのが、MLB という世界の厳しさも感じるところです。2ヶ月以上経ったとはいえ、シーズンまだ半分以上残していますので、ここからの巻き返しに期待したいですし、それができるだけの選手たちでもあるはずです。皆さんにとって今季意外だった選手のスランプがあれば、そちらもぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。